それでは早番長の交代出場室を指名を取ってお願いします。早番長官交代し職業中澤健人様、あなたを沖縄県早番長の官公宣伝と知名度向上のため早番長のさまざまな魅力を全国に広く発信していただく早番長官公大使に委嘱します。令和3年10月25日早番長長中澤。ありがとうございます。早番長官公大使職業ただの秋典様、ありがとうございます。早原町観光大使の中田です。よろしくお願いいたします。初の自己紹介になりましたけど、僕と秋野はずっと早原でね、地元でいろいろ活動していく中で、早原バラエティーショーというライブをやったりとか、劇団をね、一緒に立ち上げさせてもらって、それでいろいろ早原のやったりとか、あとまあ、それぞれのブラックで、ブラックの活動とかいろいろやってきたんですけども、そんな中、去年、金子くじゅうじるチャンネルっていう YouTube をさせていただいて、それでそこからなんか町長のところにも挨拶に行かせてもらったりとかね、そこで地下談判とかさせて、で観光大使させていただけませんかみたいなところからの話が今日ここまで、まさか来ると思わなかったんで、とってもありがたいなと思ってまして、肩書きいただいたんで、万内宣伝していきたいなというふうに思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。早原町観光大使の只野秋典です。よろしくお願いします。見たかったです。初めに言っときますが、健太さんのようにいっぱいは喋れないので、簡潔に言いますけども、YouTube チャンネルやっていくうちに、早原いろんな面白い場所もあるし、で人がやっぱり面白いですね。各自治会の区長さんも面白いですし、それ以外いろんな早原に活動している人が面白いなと思っていて、で今回、観光大使になって早原を生涯にアピールするんですけども、それアピールするからにはもっと早原のこと知らないといけないなと思ってますので、自分がしっかり早原のこと知って、でそれより多くの人に早原のことを知らせるために、僕が町内の方に早原のことを伝えていけたらな。で、健太さんと僕の違いは年齢だと思ってますので、はい、僕が20代、30代、若い世代に早原のことを伝えて、その若い世代がどんどん町外に早原のことを発信していける、そういうことをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかちゃんとしたやつでしたね。そうですね。幕もあって、今から町長がちょっとコーヒーでもどうですか。もう観光大使になったら町長とコーヒーの飲み仲間になる。楽しみです。どっちですよ。すごい。縦で来ると思わなかった。赤口に入って。横と思ったってことか。縦で来ると思わなかった。おめでとうございます。ありがとうございます。心がしっかりしてる人、頼れる声がでかい人。ピンポンパンポン元気です。私は今日も元気です。チャンネル登録よろしくお願いします。